皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。ミンです。前回ね、この素敵なお家作り計画をしているところだったんですけれども、まあね、あいにく材料が足りないということで、今回はその材料を探しに行きたいと思います。できればさ、砂漠かもしくはなんか湿地帯みたいな、そういうのがあってくれればいいんだけど。待って、こっちダークオークじゃんね。待って、ダークオークの先見てみるか。ちょっとここをジャンピング。なんかモンスターがいなければいいけど、すぐ湧くからね、ダークオークは。こっち来て、ちょっとね、地図を埋めつつ行きたいから、端っこまで行って、でこっち側沿いに行きましょう。白樺の森しかねえな。ちょっといいね、83いいですね。いや、早く湿地帯の方行きたい。どこあるの？出てきてくれ、湿地帯。うわ、見て、何ここ。うわー、入りたくねえ。あんなでっかい入り口構えられたらめっちゃ怖いよね。いや、意外とさ、入ってみたらちっちゃい穴の可能性もあるからね。なるべくこれ剣持って歩こう。あ、見て、バラの低木があるね。バラの低木もちょっともらってく。骨粉で増やせるんですけれども、まだね、骨粉を手に入れる手段がないのでもらっていきましょう。あそこにさ、あるんだよね、銅鉱石が。ここにさ、丸石できてる。あ、そっか、水に対して上からマグマが落ちるとこうやってね、普通に石になるんですよね。丸石じゃないので、ここの上上がっていって、うわー、こっちにはあれだね、松の木がある。しかも雪が降ってる。そして石炭もいっぱい、銅もいっぱいだね。そんなに銅あっても使わないっちゃ使わないんだよな、まだ。使い道がそんなよく分かってなくて。待って、これさ、こっち側に行った方がなんか新しいところ出てきてくれそうかな。こっち行ってみますか。斜めにちょっと突っ切ってみて、はい、スズランももらっていくと。スズラン可愛いよな。スズラン好きだ。このまま進んでいこう。私、左手に持つよりもさ、こうやって右手に持った方が多分皆さん見やすいよね。とはいえさ、ちょっと帰りにくくないか。この辺帰りにくそうだけど大丈夫かな。一日で帰れると思う？ちょっとネザーゲートでつなげたい気持ちも半分あるんだけど、危ねえ。ここで死んだらね、経験値なくなっちゃうから。しかも多分取りに来れない。あ、見て、あそこ、あ、お花畑バイオームとかね、見っけたいね。あ、待って、平原だここ。うわ、ここら辺にとどまっていたい。あ、焼き豚のやつとかも作りたいな。この辺、あ、粘土あった。やった、粘土あったよ。湿地帯とばかり思ってたけど、川にもあるんだもんね。そうだったね、ちゃんと回収していきましょう。いいね、新しいバイオームは発見できないかもしれないけど、植木鉢のためのこの粘土はたくさん回収できそうだから、欲しいものがゲットできればまあいっかっていう感じでいきましょう。次、もうちょっと先行ってみるか。雪山とかもあるけど、雪回収して帰るか。スノーゴーレムのために雪を回収して帰ろう。せっかくなら上に行ってさ、回収したいよね。ほい、雪玉1個目。あ、待って、なんかあそこ、あ、壊れたネザーゲートがあるんですけど。あ、あそこには白いラマがいっぱいいて、ちょっとさ、あそこのネザーゲート開きたいけど、持ってきてるものが持ってきてるものだな。旗立ててちょっと分かりやすくしておこうか。とりあえず四角にして、雪ブロック、これでよし、16個あればスノーゴーレムも作れるでしょう。あー、いいね、ここを水流して下に一気に降りることもできるしね。なんかあそこにもいっぱいいる。え、今の羊だった？え、待って、羊じゃない。なんだあいつ、ウケる。まずさ、そっちに行く前にこっちでネザーゲートの場所を確認しておきたくて、ハサミでとりあえずここの場所を。あ、待って、こっちにもいるじゃん。お前ら誰だよ。ちょっと茶色もらうよ。1個しかない。お前ら誰だ。え、待って、なんかウサギ？ウサギじゃないよね。何この子たち、初めまして。うわ、はお前大丈夫？落下ダメージないの、すげえな。あんた誰マジで。ちょっと調べよっかな。今ね、調べたんですけど、明るさレベル7以上の山岳バイオームに 2,3 匹の群れでスポーンすると、またスポーンしたヤギの 2% は叫ぶヤギとしてスポーンする。たくさんの叫び声を出し、より頻繁に近
近くのモブおよびプレイヤーに突進する。あなたたちは叫ぶヤギではないってことですね。ちょっと待って、この辺の立地めっちゃいいじゃん。待って、ヤギ持って帰りたいな。小麦で繁殖してバケツでミルクバケツになるらしいです。すごくない？ここも何ここ、やばー。ちょっと待って、廃校だ完全に。ほらレールがある。待って待って、ここは絶対にもうあれしとかないといけない。なんだっけ、茶色の羊毛あと旗にして、よしよしよし、今回めっちゃめっちゃ発見している。でこのね旗をつけることでネザーでも一応ね、これ見えるは見えるんだよね、この旗の立てた位置を。なのでネザーで移動してここにつけとくか。よし、でここにちょっとずつ来るという、そんな形でもいいんじゃないでしょうか。この周りは明るくするために一応ねネザーのマグマは置きっぱにしておいて、お楽しみのチェストタイムでございます。いくよ、せーの、はい。うおー、きらめくスイカの薄切り、こんなん入ってん。あ、シルクタッチで、内側はちょっとこの辺に置いといて、ファイヤーチャージもいいや。でちょっと帰り道ね、違う方向からまた帰ってみるって感じにしよっか。わーすごかったね、ヤギがいて廃校見っけて、あそこにもヤギがいるな。ちょっとこの辺、あ、ここも下に行けるわ。下に行けるけど行きたくねえな。怖いね、ちょっと松明もないし。あ、装備がやばそうだな私。あ、行き止まり、あそこの廃校また行ってみたいね。どんな感じになってるのかちょっと楽しみ。もしかしたらスポナーがあったらそこで経験値集めとかねできるようになるかもしれない。うわー、お家がある。まあちょっと壁に穴開いてるんですけど、あそこのネザーからさつなぎでくっていうのもね今度やっていきたいと思います。今回はバラの低木、スズラン、ライラック、ボタン、そしてサトウキビが21個と銅の原石、結構ね取れたね。そして一番の目玉でいった粘土玉、これが1スタックと32個、そしてゲートを見つけてきらめくスイカの薄切りと金、金のクワ修繕付き、金のツルハシシルクタッチ付きがゲットできましたと、あと雪ブロックこれもねゲットすることができました。ということで今回集めた素材を使って次回このお家の完成を目指したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。